この動画では放置するとやばい病気のサインについてお伝えします。自分ではあんまり気づいてないかもしれないんですけど、実は病気が体のちょっとした変化に現れてくることがあります。そのサインをいち早く見つければ早く診断につながるかもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、ドクターあきこです。マインドフル睡眠チャンネルでは、痩せない、眠れない、疲れやすいといったお悩みを解決するお手伝いをしています。この動画では3つのサインをお伝えしたいと思います。まず1つ目が耳たぶのシワです。耳たぶのこの耳の付け根から斜めに外に向かって、斜め下に向かってシューッと線が入っている方がいらっしゃるんですね。耳たぶのシワ、この数が多いほど心血管疾患になりやすいという研究があるんです。心血管疾患というのは主に心筋梗塞とか狭心症のことですね。心臓の周りを走っている冠動脈というところが詰まってしまう病気の総称を心血管疾患と呼んでいます。この耳たぶのシワと心血管疾患がどう関係あるの、本当なのって思われるかもしれないんですけど、これちゃんとデータがあって、1996年にはアメリカの大学で研究されていて、結構有名な話なんです。日本人についても検証されて、日本人でも同じようにここのシワがある人は心血管疾患になりやすいということが分かってるんですね。この耳たぶのシワ、シュート大体1本入ってる方が多いんですけど、片方に1本なのか両方に入って2本なのか、この片方か両方かとか、この本数が増えるかによってもなりやすさが変わるらしいので、一つの耳に2本3本シワが入っていたりとか、両耳にいっぱいシワがある方はとっても危険かもしれませんので、1回病院に行って心臓の病気がないかどうかチェックしてもらうことをお勧めします。2つ目は眼瞼黄色腫です。眼瞼というのがまぶたですね。まぶたのこの内側のところに黄色い塊のようなイボみたいなものができている方がいらっしゃるんですね。これが眼瞼黄色腫です。眼瞼黄色腫はコレステロールの塊なんですね。血管から酸化した LDL コレステロールが染み出して、それが固まってきたもの、これが黄色腫と言われています。眼瞼だけではなくて体のあちこちにできることもあるんですけども、眼瞼黄色腫は高コレステロール血症で多いと言われてきたんですけど、実はこれがあるからといって調べてみても、あ、コレステロール高くないじゃんっていう方が半分ぐらいいらっしゃるんですね。ところがコレステロール高くないから OK ではなくて、コレステロールが高くなくても眼瞼黄色腫があると心血管疾患、先ほどの耳たぶの時と同じように心筋梗塞とか狭心症になりやすいということが分かってるんです。眼瞼黄色腫がある方は心血管疾患になる確率がそうでない方の 1.5 倍だそうです。気づいたら早めに病院に行って血管など調べてもらうことをお勧めします。そして3つ目がアキレス腱飛行です。アキレス腱って足のこのかかとの上側にあるとこですね。こうつまめると思うんですけども、このかかとの上のアキレス腱を自分の指でこうつまんでみて 1.5 センチ以上とかある場合はアキレス腱飛行の可能性があります。また自分で触る以外も病院で調べる方法もあって、病院で X 線の軟部撮影というので測ってみるとアキレス腱飛行かどうかというのが分かります。このアキレス腱飛行があると何かというとですね、これは家族性高コレステロール血症の可能性があるということなんです。家族性の高コレステロール血症というのは一般の人口でだいたい300人に1人ぐらいの割合と言われていますので、親がコレステロールが高いから自分もコレステロールも高くて家族性だとか、そういう話じゃないんですよ。遺伝子の問題なので、家族性高コレステロール血症という病気の方は痩せ型であったり、コレステロールが高くなるような食事をしていなくても高くなってしまうというちょっとリスクの高い方なので、そこは早めに分かっておいた方がいいと思います。この家族性高コレステロール血症かどうかを判別するのに役立つ方法がこのアキレス腱飛行なんですね。ぜひご自身のコレステロールが高くて LDL コレステロールですね、すごく高くてアキレス腱も飛行しているという場合は、ぜひ病院に行っていただいて、自分は高コレステロール血症が家族性のものじゃないだろうかということで検査を受けてみることをお勧めします。以上、放置するとやばい病気のサイン、耳たぶのシワ、眼瞼黄色腫、アキレス腱飛行でした。この動画が役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。評価ボタンも押してください。コメントも全部読んでおります。ドクターあきこの公式 LINE をやっております。最新の情報をお届けしておりますので、ぜひお友達になってください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。